100周武道具店の動画。今日の試合最悪審判が悪すぎるわ。おかしいやろ。今の一本入ってないやろ。なんで相手ばっかり入るんや。こんにちは、100周武道具店の動画です。お願いします。剣道やったらね、誰もが試合なんかで審判にね不満を持ったことがあると思うんですよ。なんで今の一本じゃないのって。もしかしたらね、これが辛くて剣道やめちゃった人もいるかもしれない。当たってるよ。納得できないよね。お父さんお母さんだったら、自分の子がね剣道やってて当たってんのに入ってないところで、本当どういうことなのって思うと思いますよ。今日はこれを納得できるまで説明します。だからもう誤審だ誤審だって言う人はね、その先生側から見たら一本入ってないじゃんって言ってるんですよ。何が？でも先生から何の説明もないんですよ。だからずっと分かんない。だから今日このビデオを見れば、どういう打ちが一本になるのか、有効打突となって審判の先生が旗が上がるのかっていうところを説明します。実際に試合をやる側と審判の先生側の間にはね、こう深い溝があってね、溝じゃないんだけど、考え方の違いがあって、実際試合をやる側、まあ初心者特にね、とか親御さんとかっていうのはね、当たったか当たってないかって見てるんですよ。なんだけど、これ知らない人もいるかもしれないんだけど、審判の先生は当たったか当たってないかっていう判断はしてないからね。って思った人は今日のビデオを見る価値ありです。よく先生がね、一本になるうちをしろとかね、決めろとか言うんだけど、じゃあその一本になるうちって何なの？ここからやんないといけないんですよ。これ実はもうね、書かれてます。ルールブックがあるんですよ。全日本剣道連盟から出てる、剣道試合審判規則並びに、審判最速っていう、こういう本があって、これ審判やってる人だったら必ず持ってます。書かれたルールに基づいて審判を行ってるんですよ。なんだけど、試合やってる側でこれ見たことある人あんまいないでしょ。そりゃ話も合わんわってわけなんですよ。審判の先生はこれに基づいて審判やってます。でもやる側はこれ読んだことないと。じゃあほとんどの人が読んだことないんだったら、自分だけここの中に書かれてあることを読んだとしたら、この中書かれてます。一本になるうち有効打突の条件っていうのが書かれてます。じゃあそれに沿った稽古をすればいいんですよ。一本になる条件を知ってて稽古するのと知らないで稽古するの大違いだから。じゃあみんなが知りたい一本になるうちっていうのは、このルールブック上どういう風に書かれてるかっていうと、有効打突っていう言い方をします。第12条ですね。ちょっと見ますね。第12条。有効打突は、充実した規制、適正な姿勢を持って、市内の打突部で打突部位を刃筋正しく打突し、斬新あるものとするって書かれてるんですよ。ちょっと難しいんだけど、もうここで言いたいのは、当たったか当たってないかっていうのを見てんじゃないんですよ。審判の先生はみんなこれを見てるんですよね。それで審判の先生っていうのはね、何度も審判の講習行って、この有効打突の見極めっていうのをもうね、すごいトレーニング、勉強してくるわけなんですよ。これが見極められないと、もう審判試合にならないんですよ。それぐらい大事なことなんです、これを見極めるのは。だからみんなに知っといてほしいのは、審判の先生っていうのは、当たった当たってないって挙げてるんじゃないんだよっていうこと。さっきの有効打突の条件、有効打突は充実した規制、適正な姿勢を持って市内の打突部で打突部位を刃筋正しく打突して斬新あるものっていう、これで見てるんだっていうこと。これが分かっただけでも大きく前進です。でも考えたら不思議でしょ。なんでこんなややこしいのって。もう当たった当たってないでいいじゃん。どっから来てんのこのややこしいルールは。これ実は今の剣道連盟が有効打突の条件っていうのを作ってあるんですけど、その前に元となるものがあったんです。それは、ちょっと読みますね。1927年、もう90年も前です。昭和2年に制定された大日本武徳会剣道試合審判規定第5条に書かれて、こう書かれてるんです。難しいな。激突は充実せる規制と刃筋の正しき量及び適法なる姿勢等をもって試したるを有効とす。これを現代風に置き換えていたってんですよね。じゃあこのさ、この大日本武徳会なんでこんなことをやってたの ?90 年も前に。それは当たった当たってなかったじゃないっていうのは、実はね、市内が刀の代わりだよ、市内は刀だよっていうこの観念をもとにできたルールなんですよ。だから他のスポーツと違ってこういうルールになってるんですよ。市内は刀なんだから。
じゃあ有効打突が分かったか分かってないかって簡単なクイズありますね。じゃあまず有効打突最初に何だったか、もう一回やっていきます。有効打突は1番目、充実した規制、声、気合。2番、適正な姿勢を持って、姿勢正しく。3番、市内の、自分の市内の打突部位で。4番、相手の防具の打突部位を。5番、刃筋正しく。6番、斬新あるものとする。この6つを全部揃ってないといけないです。ちょっとクイズいくね。第1問、ダラン。例えば、銅が一番多いと思うんだけど、バチコーンって当たったんだけど、1本になりませんでした。これなぜでしょうか？チッ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 ピンコン。これは、いくらバチコーンって当たったとしても、刃筋が正しくない時があるんですよ。刃筋って何？刃筋も、これのね、最速の従順書かれてます。刃筋正しくとは、竹刀の打突方向と刃の部分の向きが同一方向とある場合とする。だから、横からバチーンって当たっても、こっちでも何でもこう当たったんじゃ何にもなんないわけ。刃筋正しく、銅も刃筋正しく打たないとダメってこと。だから、いくら音が良くても、刃筋が通ってないと一本になりません。もしくは、打突部位をっていう話があるんだけど、銅のね、正面っていうのは打突部位に入ってないです。厳密に言うと、14条ですね、打突部位っていうところに3番胴部ってあって、右胴および左胴って書かれてます。これ先生がよくね、胴は真ん中じゃないよ、こっちだよっていう説明あると思うんですけど、これ本当なんですよ。こういうことだから真ん中打っても、こう腹打ってもね、一本じゃないんですよ。脇打たないといけないで、ちゃんと書かれてるんですよ。だから先生いつも横打て横打てっていうわけ。第2問、タラン。固定を打ったんだけど、拳に当たりました。これは一本でしょうか？チチチチチピンコン。これは一本になりません。これなぜかっていうと、打突部位っていうのはもう決まってるんですよ。よかったね。こういう図があるんで、大きくしますけど、これによると、打突部位っていうのはね、もう固定布団だけって決まってるんです。と、まあよく似た話でね、月もあるんだけど、胸突きする人いるじゃない。でも、打突部位としては、ここの月の顎のとこだけ、面の顎のとこだけっていうふうに決まってる。だから胸をついても一本になりません。で、面も、その打突部位によると、真ん中だけじゃないでしょ。左右面っていうのもちゃんと書かれてます。この辺も見て一本かどうかっていうのを見極めてるわけですね。第3問、固定と言いながら面が当たりました。これ一本になりますか？チチチチチチチ、ピコン。これは、一本にはなりません。これは、有効打突の条件の一番目、充実した規制ができてないってことになります。第4問、テレン。信じられないぐらいうまくコテメーンって言ったんだけど、コテは完璧に当たったんだけど、面が全然ヘナチョコでした。その場合、コテだけ取ってもらえますか？チチチチチ、ピンコン。これは、ダメです。いくらコテが完璧に当たったとしても、そのコテに対する斬新がないっていうことで、それは一本、有効打突にはなりません。第5問、テレン。竹刀を試合中にうっかり落としちゃった。その落とした瞬間に打たれた。これは一本入りますか？チチチチ、ピンコーン。これは一本入ります。打たれた、竹刀を落とした瞬間に打たれたうちは一本ですし、場外に出ちゃった瞬間に打たれたうちも一本ですし、倒れちゃった、転んだ瞬間に打たれたうちも一本です。これもきちっと、第11条ですね。最速の第11条に有効とすると書かれてます。だからみんな相手は打ってくるんです。第6問。てれん。保護者なんだけど、あんまり審判がおかしいんで、文句言ってやったわ。てて、ピンコン。これはダメです。これも規則に書かれてます。第35条。何人も審判員の判定に対し、異議の申し立てをすることができないって書いてます。で、その次の行で、第36条。監督は、この規則の実施に関して、疑義が、なんか怪しいなっていうのがあるときには、その試合者の試合終了までに、審判主任、または審判長に対して異議を申し立てることができる。後からふにゃふにゃ言うのはダメってことです。剣道における一本、有効打突っていうのが、他のスポーツと全然違うのは、例えばサッカーだけだったらね、結構こう、技術的なことで、話は終わっちゃうんですよ。その、ゴールに、球が入ったら OK でしょ？どんな体勢であれも、こんななってても、オーバーヘッド入れても、とにかく、ボールをゴールに入れたら勝ちって、はっきりしてんじゃん。で、一方、剣道の場合は、その、
はっきりしたことちゃんと当たるっていうことに加えて精神的な話がついてくるんですよ。これは、気合とか規制とかそういったところですよね。でその精神的なところは誰が判断するの？声とかその誰が判断するの？それは審判がその人の主観考えで判断するんですよ。めっちゃ分かりにくいじゃない。本当独特だよね。その審判とか審査員の先生がその人の考えで点をつけるっていうのは他のスポーツでもあるんですよ。例えばフィギュアスケートとかね、体操とかもそうだと思う。なんだけど、で剣道の場合はそのビデオ判定っていう話がね、もしかしたら将来的に出てくるかもしれない。誰もが一回考えると思うの。そのフェンシングみたいにね、電気流してピッて当たったらこうピンコーンってこうつくようにね、なったらいいんじゃないかな、他の方にも分かるようになるんじゃないかなって、分かりやすくなるんじゃないかなって考えると思うんだけど、これは剣道の有効だとその条件からすると、その当たった当たってないっていうところは見てるんだけど、他の要件、充実した規制とかそういったところを全部無視してるんですよ。だからなり得ないんですよね。もう審判の先生がその人の考えでやるしかない、それが今の現状です。だから分かりづらいっていうのは事実だと思うし、この剣道がねバーッとこう広まらないのもここにあると思うんですよ。でもここを崩しちゃったらね、剣道じゃなくなるんですよね。まあそうは言ってもね、審判の先生も人間なんですよ。で誰もが初めて審判する時っていうのがあるんですよ。僕の時もそうだった。僕最初めちゃくちゃ下手だった。今思い返しても恥ずかしいんだけど、もうずっと剣道をやってなくて、高校卒業してやってなくて、再開してなんかのタイミングでいきなり審判小学生のやってくれって言われたんですよ。そして審判いきなり主審やらされて、そのラインの上に子供が行っちゃったんだよね。でそのライン踏んだんだけど、それがあれこれ場外かな、場外じゃないのかなっていうのが急に分かんなくなって、もうパニクってやめってやってたんですよ。でもそれ線の上は場外じゃないのね。でも周りの人とかみんなポカーン、なんでやったのみたいな、なんで止めたのみたいな、そんな雰囲気になっちゃって、あとはね、あの当時すごい太ってた時に、審判でこうやってた時にもうちょっと立ってからかな、やめってこう思いっきりこう手を挙げたらね、スーツのボタンがね、ピョーンって飛んでね、それ横の先生がバーって、はいってこう渡されたっていう、そういう苦い経験もありました。だから誰もが初めてで、その審判の先生も講習受けてんだけど、上手になるにはいっぱいやるしかないんですよね。だから苦手な人、僕もそんなだったんで、これからどんどん審判を良くして、分かりやすく、もうはっきりとやるように頑張りましょう。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるでしょう。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。